始めていきます。はい。イサラ、マーサさん、無事でいてくれよ。まとめてぶっ殺してやる。やめてください。おい見ろよ、こいつダルクスの布を巻いてやがる。なんだお前、ダルクス人だったのか。道理で油臭い家だと思ったぜ。ババアに油臭いダルクス人に。ここは豚小屋買ってんだよ。今すぐ出て行ってください。銃を下ろせ、ガキが扱える代物じゃねえ。イサラ、なんだてめえは。やろだ、ダルクスのメス豚が。イサラ、私は大丈夫です。でもマーサさんが。マーサさん、いけない、陣痛が始まってる。動かすのは危険です。と言ってもここで寝かせておくわけにはいかないよ。かなりの数の帝国兵が町に侵入してきている。風車町広場が制圧されるのは時間の問題だ。兄さん、庭の納屋に行きましょう。納屋に。父さんたちが残してくれたものが私たちを助けてくれるはずです。なんだ、やっぱ戦車か。父さんで乗っていた。父テーマーが将軍のために一両だけ製造したエーデルワイス号です。だけどこの戦車は10年以上も動かしていないはずじゃ。大丈夫です、いつでも動かせるように整備してあります。私が軍事教練で整備を専攻していたのは父のような技師になりたかったからです。整備ってイサラが一人でやったのかい。基本部分はほとんど手を加えていません。エンジンに新型のタービンを搭載して出力重量比の向上を図ってあります。今の時代の戦車と比較しても水準以上の火力と機動力を発揮できるはずです。父さんの戦車が動くのか。兄さんは機構訓練コースを選択していましたね。ああ、高校の時一応ね。マーサさんを連れてきてください。戦車に乗せて安全なところに避難しましょう。戦車は私が運転します。兄さんは指示をお願いします。はい。イサラ、発進の準備はいいか。エンジン始動。エーデルワイス号、発進準備を整いました。アリシアたちが住民を逃がすためにまだ交戦中かもしれない。風車島広場を抜けてアリシアと合流してから町を脱出しよう。エーデルワイス号、発進。
まるのか。始まるっぽいな。作戦内容を伝えます。おお、読み上げてくれよ。そこも戦車1台、敵が。メインロード通る。私たちが守るのはゲートの道。もしこことこうなんか通られたら町が危険ということ、町の人々は危険。戦車を破壊。ゲートを破壊されたら負けか。で、敵のタンクを破壊すれば勝ちか。こっちは。それでは作戦を開始します。みんなここで帝国軍を食い止めるのよ。ほう、この門を破られたら避難中の町の人たちに大きな犠牲が出るでしょう。これより我が自警団はこの門を死守します。絶対にこの門は破壊させません。ちょっといい？今から説明することをよく聞いて。やば、土のうとサンドバックスと、でグレネード、手榴弾、ムービング、で土のう。ドローンに隠れてたら致命的ダメージとかヘッドショットをネガテッドだからされにくくなるってこと。
ンスはエンディングワンターン。だから、ターン終わるときは隠れたり してから終わったのは終わるのがベストだと。アルシアだけ持ってるのかな。グレネードには限りがある。
線がこいつに。しゃがめない。大丈夫かこれ。射程が足りないのか。
りあえず撃つ。ダメージだとやばいと。メディカルパッケージを使用する。セレクトでボタンで。なるほど。言わせる。マジか。なんだこいつ、スーツ。こっからと。なんだこいつ。